ネットで気になる群馬の噂を見つけたんだけど。え？どんな噂？いっぱいあるから本当かどうか確認してもいい？ああ、いいですよ。ちなみに群馬帝国系は省きましたんで。別の動画でやったしね。ネットで見つけた群馬の噂。冬場に東京から来たドライバーは風のせいで事故る。いや、わからなくもない。微妙な感じか。上毛三山は全国的に認知されてると思っている。え？認知されてないの？おお、うん、これは合ってると。スズランというデパートがある。しかし影は薄い。ひどこと余計だな。でもデパートはちゃんとあるのか。生粋の群馬人はスタバに一人で行けない。行けるわ、余裕で行けるわ、ドライブスルーで。口と商売がうまく、観光客から金を引き出す術に長けている。言い方、悪意あるだろうこれ。商売上手でいいだろう。グッドデザイン群馬という公募があるが、その公式サイトのデザインはバッドデザイン。完全に悪意。サイトなんて分かりやすければいいだろう。声が大きい。今の私ですね。終了。なんだこの噂は、まったく。では感想を一言いただけますか。書き込んだやつ出てこい。Thank you.